ビィリー・ボスコフスキーは、オーストリアのバイオリニスト、指揮者。バイオリン奏法は、完璧なウィーン流派であり、特に、ボーイング技術は、ウィーンのバイオリニストの中でも、群を抜いていた。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを、務める傍ら、指揮活動も行った。ウィーンフィルのコンサートマスターから転じた指揮者は、少なくないが、多くは、 他のオーケストラを地盤に活動しており、ボスコフスキーほど多くの録音や演奏会で古巣を振った例は他にいない。また、バイオリニスト出身指揮者として、両方で多数の録音を残した点でも、ケウの存在である。ウィーン国立音楽アカデミーに9歳で入学、フランツ・マイ・レッカーに指示、フリッツ・クライスラー賞を受賞。学生時代から各地でソロ活動を行う。卒業後は、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団にソロで登場。1932年ウィーン国立歌劇場管弦楽団に入団。その時は第二バイオリンの末席であった。コンサートマスターを目指していたボスコフスキーがある日、巧妙なオペレッタの作曲家のフランツ・レハール本人から国立歌劇場で私の指揮で 私の作品を上演することになったので、そのソロを弾いてくれと頼まれ、引き受けたところ、それ以来当時の大コンサートマスターアルノルトロゼに、目の敵にされるようになって困ってしまったそうである。ヘルマン・シェルヘンとの演奏会では一晩で、バッハ、ベートーベン、ブラームスの競争曲も弾いた。1933年ウィームフィルに入団、1939年。 ハンスクナパーツブッシュの推薦でコンサートマスターに就任。1949年には第一コンサートマスターであったボルフガング・シュナイダー班の対談により第一コンサートマスターとなった。以降定年になる1970年までウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団のコンサートマスターの重責を務める。1948年には ウィーン・フィルのクラリネット首席奏者であった弟のアルフレート・ボスコフスキーとウィーン80相談を設立し、ルツェルン音楽祭でデビュー、大成功を収めた。その成功は、ウィーン・フィルがデッカレコードとの契約に結びつくきっかけとなった。50年代後半からは、バリリの腕の故障、セドラックの恒例などの理由によりボスコフスキーの出演回数が増え、 ソロの入った曲などはほとんど、ボスコフスキーの出番となった。それは、ワルター・ウェラーが、コンサートマスターになるまで続いた。また、1961年には、腕の故障で対談を余儀なくされたワルター・バリリに、代わって、バリリ弦楽四重相談を引き継ぎ、ウィーン・フィル・ハーモニー弦楽四重相談、録音用の名称。現地では、ボスコフスキー弦楽四重相談と呼ばれていたと解明。 リーダーとしての活躍も始まった。1935年より母校でバイオリンの教授として後進の指導にも当たった。1954年に亡くなった指揮者、クレメンス・クラウスに代わり、1955年から1979年までの間、ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートの指揮者も務め、ヨハン・シュトラウス2世とその同時代の音楽を主に演奏。 今日のニューイヤーコンサートの土台を築いた。その功績は偉大であり、1950から60年代のボスコフスキーはオーストリアでは大統領に次ぐステータスを誇っていたと言われた。特にヨーロッパ中にテレビ中継が開始された年には、一世にしてスーパースターになったとまで評された。ヨハン・シュトラウス2世に習ってバイオリンを弾きながら時折弓を振りつつ指揮するやり方で、 ヨハン・シュトラウス一家のワルツやポルカなどを演奏した。選ばれた経緯については、N 教の客演コンサートマスターのウィルヘルム・ヒューブナーの証言として、クラウスが死んだので、指揮者に代わって、このウィーン名物をうまくやっていけるかどうか、学院も心配だったんです。ところが、誰かがヨハン・シュトラウスの写真を持ってきて、こいつを見ろ、棒がないじゃないかというわけで、 棒がなくたって指揮できるということになった。これにより衆議一致して、コンサートマスターのボスコフスキーに白羽の矢が立ったという。ニューイヤーコンサートの成功により、客演要請が相次ぎ、スウェーデン放送交響楽団、ニューヨークフィルハーモニック、カナダ放送管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、北ドイツ放送交響楽団、NHK 交響楽団、 ロンドンフィルハーモニー管弦楽団など世界中のオーケストラに客演した。ボスコフスキーの時代、ニューイヤーコンサートは商業主義と国際化の波に飲まれつつあった。こうした環境の変化を受け入れつつも、次第にエドアルト・シュトラウス2世率いるウィーン・ヨハン・シュトラウス、管弦楽団での仕事で余生を送りたいと考えるようになっていった。ボスコフスキーの意向を受けて、ウィーン・フィルは 他の定期公演などと同様に、楽団と親密かつ国際的な水準にある外部の指揮者にニューイヤーコンサートの指揮をその都度依頼することに決定した。1969年にエドアルト・シュトラウス2世が休止すると、その後を襲って、ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団の主席指揮者に就任し、以後はその都度依頼を受けたという形で、 毎年ニューイヤーコンサートに出演するようになった。健康上の理由により、ニューイヤーコンサートへの出演は1979年が最後となったが、その後もウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団ではしばらく指揮棒を振り続けた。1956年にヒンデミットに率いられウィーン・フィルのコンサートマスターとして、初来日し、ブラームスの二重競争曲を、 チェロ主席奏者のエマヌエル・ブラベッツと演奏。その後も、カラヤン、ショルティが率いるウィンフィルのコンサートマスターとして来日。その時には、東京体育館で、シュトラウスのゆうべ、日本武道館で、ウィンナワルツのゆうべを開催した。東京体育館の演奏会終了後には、会場を出た聴衆が感動のあまりボスコフスキーを取り囲み、 ホテルに向かう車が30分ほど動けない事態になったという。ウィーンフィルハーモニー始終相談としても来日している。1970年からは、ウィーンヨハンシュトラウス還元楽団を率いて、毎年のように来日、日本各地でニューイヤーコンサートを開いた。NHK 公共楽団にも客演し、その演奏はキングレコードより CD 化されている。百八十五年、 1986年、1987年の3年間日本フィルハーモニー交響楽団に、客演。1985年の演奏会は、日本フィル協会会員ハンプ用として、レコード化された。また、第40回夏休み、親子コンサート、日本フィル還元楽名曲集2014には、美しく青きドナウが、第45回夏休み、親子コンサート、 日本フィル還元楽名曲集二千十九には雷鳴と稲妻とラゲツキー更新曲収録されている。最後の来日は九百八十八年一月一から四日にサントリーホールで初めて開催されたニューイヤーコンサートでこのコンサートの様子はテレビ朝日にて放送された。バイオリン奏者としてはディスコフィルフランスレーベルにピアニストのリリー・クラウスと組んで モーツァルト、ベートーベン、シューベルトのそのタ全曲、モーツァルトのバイオリン競争曲第1番、第3番、第4番などの録音を残した。デッカには、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、ブラームスなど数多くの室内楽を、ヴァンガードには、シューベルト、ヨーゼフランナー、父、シュトラウス等の商品を、ボスコフスキー・アンサンブルで録音。 クレメンス・クラウスとヘルベルト・フォン・カライアンの指揮で、リヒャルト・シュトラウスのサラトゥストラは各語り木を、クラウスの指揮で、英雄の生涯を、クラウスとマゼールの指揮で、超人貴族のソロを、引きぶりで、ベートーベンのロマンスのソロを演奏。マイナーメーカーにはクライスラーなどのバイオリン商品集を数枚録音している。指揮者としては、毎年ニューイヤーコンサートの事前セッションとして、 ヨハン・シュトラウス一家などの膨大なウィンナーワルツをデッカに録音。また映像収録も多数行われており、打楽器奏者のブロシェイクとのユーモアのある駆け引きを楽しむことができる。解釈はローカルなウィーン情緒を強調しすぎることのない、スタイリッシュで重要なものでオーケストラの美質を素直に引き出すことができた。解釈はクラウスを踏襲してウィーン情緒を強調しすぎない。 抑制の効いた上品なもので、指揮者の強烈な個性は打ち出されないものの、ウィーンフィルのビオニア曲そのものの魅力を素直に引き出す、ものとして幅広い指示を受けた。これ以外に、モーツァルトの部曲と行進曲全曲、セレナードとディベルティメント、ベートーベンの部曲、ブラームスのハンガリー部曲、リスト、クリーグの還元楽曲等の録音も残している。また EMI には、デッカとは別に、 ウィーン・ヨハン・シュトラウス還元楽団を指揮した、ウィンナワルツ録音が相当数ある。リリー・クラウスのピアノで、モーツァルト・ピアノ協奏曲9、20番、チャイコフスキー・リヒャルト・シュトラウスの還元楽曲等も、録音。ゲッタ、ローテンベルガーらの大物歌手たちを用して、数多くのヨハン・シュトラウス2世、レハール、カール・ツェラー等ウィンナー・オペレッタの録音も数多く、残している。 EMI のオペレッタ録音はもともと歌手の豪華さで知られるが長年ウィーン国立歌劇場でも弾き続けたボスコフスキーが担当するセッションはひときわグレードアップし他にオペレッタ録音を残していないフィッシャー・ディースカウも二度付き合っているドイツ・シャルプラッテンにはシュターツ・カペレ・ドレスデント・シューベルトのロザムンデゼン曲を残している最後のレコーディングは ヨハンシュトラウス2世のオペレッタ、ジプシー岩石で全曲 EMI であった。ありがとうございます。